何これ、うん、で大前線の正体書いてるこの人何みたいな、はいはい、でこのいい、ね、おかしな動画作ってるこのおかしこのちゃんちゃらおかしい動画作ってるのこの面白い人間何みたいに思って、それで、あまりにも衝撃受けたから、Facebook でいいねしたんですよ。そして、普通いいねしたら、研究者の方が、例えば本の内容ですよ、それにいいねしたところで、リアクションないと思ってるわけですよ、別に。そしたら、それになんか100倍出しみたいな。すごいありがとうございますみたいなのに、イラストキラキラキラみたいな。ああそうでしたっけね、はい、帰ってきたものですから、はいはい、確かに帰ってきたものですから。そしてなんかそこも見てしてくれたからかもしれないんですけど、私の動画をなんか見ていただいたみたいで、それでその台風かなんかを、台風何号君、ウコンさんとかなんかこう人の名前呼んで、はい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 、呼んでるのをそう気に入っていただいたみたいなので、はいはい、あそうかよかったと思ったの、面白い人もいるもんだな、はいはい。あれは何出した頃まだそんなに受けてなかったんですか。僕はもう一目見て、あ基本的にずっとある調子でやってるんですよ、うんうん、そんなにだから反応は来てなかったんですか。そうですね。そうなの、うん、でむしろ反応するのは私の妹の友達とか、うん、はいはいはい、ウコンさんウコンさんって言うから気になるいやむしろそっちに広がっていった方がいいんだよ。私もそれが気になっちゃう、人みたいに言うもんよ、はいはい、でもそこの感覚っていうか、俺もだからニコニコで喋った話って基本そういう話じゃないですか。名前つけてキャラクター化してストーリーを読み取る。そうですね。その感覚完全に一致してますよね。そうなんです。今思うそれはだそうなんです。それで倍前線の正体読んだら緩いじゃない内容緩いじゃない。緩いってなんか面白いんですけど、はいはい、緩いですね、うん、面白い、うん、なんかよくわかる、うん、そういうの。なるほどそうか、それが2年目の終わりぐらいだったんだ。そうなんです。で3年目は僕も知ってますけど、だからもうここがキャラですね。だからで今3年でも終わりです、ね、うん、そっかそっか。3年目のスタートがのメソ研の総合討論とかだったんだ。いや目まぐるしいみたいな感じになっちゃう。ジャムステックの成果報告会に来て、来ました来ました、はい。ミキティのコールドサージを、ミキティのコールドサージの前にあの極地研の井上さんのあれはね、オーラローの話ね。あれね、衝撃受けたんですけど、北極圏で低気圧できるのみたいな。なるほどなるほど。え、はい、こっちでそんな衝撃的なことが起こってるのって知らないから。はいはいはい、であれは井上さん自身も、え、気象予報士の人がこんなに喜んでくれるのっていう衝撃だったらしいですか、ね。あ、そうなんですね。だからいや結構みんな衝撃。うん、いや知らない、私は知らないだけかもしれないけど、もう喜ぶと思うんだよね。でしかも突っ込んでた、突っ込んでたんでしょ、そこに。すぐ避けるよねみたいなところで。ああ研究者って面白いみたいな。確かに。突っ込んでっちゃうんだみたいな。はい。それ突っ込んでて、その中で観測ゾンビとか飛ばして一生懸命やってて、データ取れるって何そんなワクワクするんだっていう新鮮な、はいはい、ちょっと驚きです、うん、そうだね。いやだから僕もその最初はなんとなく予報士の人と研究者の人とちょっと繋がったらいいなと思って紹介したんですけど、はい、あんなに双方がお互いラブラブな状態になるとは思ってなくて、はい、僕はそれが衝撃でしたね。あ、そうです。僕は感覚的にこの人と会うから個人的に好きだと、これはまあ自分で理解できてたらいいんですけど、他の人を紹介した時にどうなるか想像つかなかった。だけど普通にまともに研究発表見てて、井上さんのポスターみたいな、うん、同じ研究者の人もいっぱい見に来るわけですよ。でまあふんふんって言って真面目に議論してましたけど、あれほどの
大喜びをしてた人見たことなくてやっぱさ人はさリアクションもらうと嬉しいっていう単純なあれもあるんですかね、あるそういうのかな、うん、それが例えば